パルンシェクハルジャは、ヨギ、ヨーガインストラクター、タレント、モデル、ユーチューバー、インド北部出身。2020年8月から、YouTube チャンネル、面白い外人、YouTube チャンネルを開設する。インド北部のヒンドゥー教寺院の家に生まれる。ヨガは日常であり、物心ついた時には行っていた。インドでテレビ放送されていた時代劇などを見て、日本に興味を持った。 母親に怪我をするからと反対されたので自分のお小遣いで空手道場に通った。青年になってからは無栄隊の選手にもなった。11歳の時空手の練習後先輩の意地悪が原因で右手首を大きく骨折した。その後も何度か骨折を経験。母親にバレると空手を続けさせてくれないのがわかっていたので隠し続け。 左手で字が書けるようになった。10代の時はミシンで作品を制作したりするファッションの専門学校に行き、モデルの仕事も行っていた。日本語学校では日本人の先生から日本語を教わったが、来日してみて日本語以外の情報は古かったと感じる。2010年、初来日。以降、仕事でたびたび来日。2012年、 ムエタイ 75kg から 81kg クラスで優勝。2014年から本格的に日本に移住。骨折が家、やっと逆立ちもできるようになった頃、移住した静岡で交通事故に遭い、また手首を痛めてしまった。日本語、英語、ヒンディー語を話すトライリンガルである。空手やムエタイなど格闘技好き。宗教上の理由もあり、牛肉、 豚肉は食べない。肉だけでなく、出汁として使われた料理も禁止している。ありがとうございます。